トランスワールド航空840便爆破事件は、1986年4月2日、ロサンゼルスからニューヨーク、ローマ、アテネを経由してカイロまでの定期便だったトランスワールド航空840便がギリシャ上空で爆破された事件。トランスワールド航空の747-840便は、 ロサンゼルスからローマまではボーイング747で運行され、残りのローマからカイロまでがボーイング727による運行だった。アテネに着陸する約20分前、10階の座席の元に隠された爆弾がギリシャ・アルゴス上空で爆発。機体の右側に穴を開けた。8ヶ月の幼児を含む4人のアメリカ人乗客が穴から外へ投げ出された。 客室は急減圧に見舞われ、7人が破片で怪我をした。機長は緊急着陸をさせ、118人の乗員乗客は助かった。機体から投げ出された4人のうち3人の遺体は、アルゴス近郊の牧草地から、もう1人は、海で見つかった。アラブレボリューショナリーセルズは、数年前に、シドラ湾で起きたリビアと、アメリカ合衆国との衝突の報復だと発表した。調査官は、 爆弾は1ポンドほどのプラスチック爆薬を使ったものだと結論付けた。機体に爆弾を仕掛けたのはレバノン人の女性でアブニダル組織に依頼され座席のクッションの下に設置した疑いがある。ありがとうございます。